追加を Chromebook から HP プリンターで印刷する。Chromebook にワイヤレス、USB、または有線接続で HP プリンターをセットアップする場合、お使いのプリンターモデルに応じていくつかの方法があります。HP スマートアプリでプリンターをセットアップする。この手順は HP プラスプリンターでのみ行うことができます。HP プラスプリンターはモデル番号の後に E がついています。他のプリンターの場合は次のセクションに進みます。Chromebook から HP プラスプリンターで印刷するには、別のコンピューターまたはモバイル機器の HP スマートアプリを使用してプリンターをセットアップする必要があります。この作業は HP プラス機能を有効にしプリンターをインターネットに接続するために必要です。中、すべての印刷機能を利用するには HP プラスプリンターを HP に登録する必要があります。この作業は HP スマートのセットアッププロセスで行うことができます。まず 123.hp.com またはアプリストアから無料の HP スマートアプリをインストールします。アプリがインストールされたらアプリを開き指示に従ってアカウントにサインインするかアカウントを作成します。指示に従ってプリンターをセットアップし必要な HP プラス機能をすべて有効にします。Chromebook にプリンターを追加します。この手順は HP プラス以外の HP プリンターでも行います。 Wi-Fi または USB 接続のいずれかでプリンターを Chromebook に接続する場合、ドライバーやアプリは必要ありません。まず Chromebook の Chrome OS を最新バージョンにアップデートします。 USB ケーブルで接続している場合はプリンター後部の USB ポートにケーブルを差し込み、もう一方の端を Chromebook の利用可能なポートに接続します。有線または LAN で接続している場合は、プリンターのイーサネットポートにイーサネットケーブルを差し込みます。もう一方の端をルーターまたはアクセスポイントの利用可能なポートに接続します。プリンターポートの緑のランプが点灯します。オレンジ色の動作表示ランプが点滅します。Wi-Fi 接続を使用する場合は、まずプリンターをネットワークに接続する必要があります。プリンターをワイヤレスネットワークに接続する方法は、お使いのプリンターモデルによって異なります。タッチスクリーン式コントロールパネルのあるプリンターの場合は、セットアップ、ネットワーク、ワイヤレスメニューを開きます。ワイヤレスセットアップウィザードを選択します。指示に従ってネットワーク名を選択し、パスワードを入力します。タッチスクリーン式コントロールパネルのないプリンターの場合は、ワイヤレスボタンを5秒間、またはワイヤレスランプが点灯し、点滅が開始するまで押し続けます。2分以内に接続プロセスが開始するまで、ルーターの WPS、Wi-Fi プロテクティッドセットアップボタンを長押しします。接続が完了すると、プリンターのワイヤレスランプの点滅が消えます。HP デスクジェット6000および6400、MB6000および6400、単語プリンターの場合は、青いバーが点滅するまで、プリンターの背面にある Wi-Fi ボタンと電源ボタンを5秒間押し続けます。2分以内に、接続プロセスが開始するまでルーターの WPS ボタンを長押しします。接続が完了すると青いバーの点滅が停止します。お使いの Chromebook で右下隅の時計をクリックして設定アイコンをクリックします。デバイスをクリックします。プリンターとスキャナーで印刷をクリックします。お使いのプリンターが表示されている場合は、保存をクリックします。表示されていない場合は、手動で追加をクリックします。指示に従ってプリンターを追加します。Chromebook から印刷します。プリンターが接続されたら、Chrome ブラウザーとサポート対象アプリから、写真、ドキュメント、ウェブページ、電子メールを印刷できます。印刷するには、印刷したい項目を開き、
プリンターのアイコンをクリックします。送信先のドロップダウンメニューをクリックして、お使いのプリンターを選択します。詳細設定をクリックし、目的の印刷設定に変更して印刷をクリックします。HP サポートの YouTube チャンネルには、他にも役に立つ動画を多数用意しています。